勝ち抜き食い込み相撲で正面正面。心が引き裂かれる。アダルト女優のポロリを期待する俺と、純子の身を案じる父親としての俺。小川純子。くそ、やっぱり折り合いがつかん。どうするの？やめさせる。連れて帰るんだ純子。じゃあもう金輪際アダルトビデオは見ないんですね。そりゃ違うだろう。それはそれ別腹だよ。違わない。あの子たちにだって親はいるのよ。他人の娘はやらしい目で見るくせに、自分の娘が好奇の目にさらされるのは許せないのね。俺も男だ。多少ムラムラするぐらい勘弁してよ。もちろんです。動物なんだから。フェミニズムはオスの本能までは否定しません。残った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 。偉いよねあの子たち。偉い。なぜ自分がここに呼ばれ、どう振る舞うべきかちゃんと心得てる。求められる役目を誇りを持って果たしている。そうだ、純子だけが娘じゃない。みんな誰かの娘なんだ。アダルト女優もバニーガールも二丁目のオカマちゃんだって誰かの息子を経由して今は娘。みんな一緒、同じ土俵で戦っている。みんな誰かの娘なんだ。